僕はリアルライフヒーロー。あ、新しい人だ。ルサンチマン。流した涙はマスクで隠し、己の正義を貫き通す。バカでアホと笑われ。あ、こいつか。悪に向かうは電車道。ルって。あれ、弱。あの、名乗りの途中で殴るのはヒーローに対するルール違反では。ご法度だわ。聞いてんな、さっき言ったことだっての。いや、だから、そのタバコのポイ捨ては迷惑か。なんでお前が決めんだよ。これ、なんだこれ、なんでお前が決めんだよ、なんだ。ここを問わずヤンキーと呼ばれる人々は何よりも先にあいつの序列を決めないと気が済まない。それを踏まえずに話すと、ここでのルサンチマンのようにあいつの壁は壁役なのか。もういろいろ悲惨。ハハハハ、肝頼りだよ。もう正義感が強いんだね、この人。ただね、その格好でね、いきなりそんなこと言うなんて、なんか YouTuber みたい。ポジティブか。はい、リアルライフ YouTuber ルサンチマン。なるほど。ボロボロじゃん。いた。ほら、鼻血拭き。お、この人は？お前さん、なんでそんな格好してるんじゃ。僕はルサンチマン、リアルライフヒーローさ。お、なんだこれ。リアルライフヒーローとはアメコミのようなコスプレをし、さまざまな社会活動をすることである。あー、なるほどね。なんかそういうのあるんだっけ、本当に。ファッションの地はアメリカで、自警団のように街の見回りなどをする。キッカスみたいなもんか。時に暴漢と争うこともあるが、銃などの武器を使ってはならない。あくまで自分の体一つでトラブルに立ち向かうのである。それは勇敢だな。ヒーローという割には、めちゃくちゃにやられていたみたいじゃが。おじいさん、素人だね。結局、強い弱いって、その時のコンディション次第なんだよ。プロの格闘家だって、高熱でフラフラなら素人に負けるかもしれない。あ、つまり、ね、なんだ。勝敗の結果というのは、そのあまり重要でないというか、なんというか難しくてよくわからん。仕方ないよ、ヒーローの世界は奥が深いからね。わしの注意するのが大事だからね。確かに。コマネさんとかあればお前を呼ぶことにするよ。お、喜んで。あ、ちいちゃんからメールだ。なんじゃ、彼女からか。そうさ、今日は僕の誕生日で、それからちいちゃんとデートなのさ。へえ、なんだ、リア充じゃん。午後3時半に噴水広場。忘れないで来て。大事な話があるから。大丈夫、ルサンチマン。大事な話って。騙されてない？ちいちゃんは僕のヒロイン。戦隊も置いたらピンクのような存在なんだ。ルックスが良くて、性格も本当に優しい。何より僕がリアルライフヒーローを続けることを応援してくれる。あ、じゃあ理解ある子なんだ。ちいちゃんがいるから僕は頑張れる。ちいちゃんがいるから僕は生きていけるんだ。若いってのはいいの。まあ、彼女を大事にすることじゃ。もちろんさ。金ないな。たったの152円しかないや。わしより金持ってないの。ちゃんと仕事してるのか。してな、心配しないでよ。じゃあ僕もう行くから。してないの。金はないよりあった方がいいぞ。金は愛を潤してくれるからの。ホームレスさんに言われちゃうよ。いらっしゃいませ。こんにちは、ナパ。なんだこの子。肉まん2つもらえる。ナパ、ちいちゃんは肉まんが大好物なんだ。買っていったら絶対に喜ぶ。肉まん2つで300円。はい、この人です。現金は小銭しかなくても、僕には魔法の携帯。どういうこと。あー、うん、 FF サッカーアーサー・シー・クラークは十分高度に発達した科学が魔法と手つかないといった。はあはあはあ。支払いができる携帯が魔法でないことくらいは理解してる。あ、まあでも放っといてもお金が返ってくるから。ん？何？ルサンチマンはなんかいいとこのボンボンのお子さんなのか。あ、ダメですね、お金入ってないです。え、嘘？残金はいくらなの。12円。え？です。どうしてお金が入ってないの。
あー、20万そういうことか。あ、親からね、親から毎月20万の仕送りもらい続けている。打ち切られたんじゃない？ちょっと働けよお前、少しは仕送りさせてんだ。機械の見てるやつはさっぱりわからないよ。あえて突っかかるか。機械の見てるやつだよ、こんなもん。仕送りが止まるなんてありえないもん。もう一回試してみれば、きっと。ナパ、もう一度いいかな。人、機械が読み間違えたんだ。機械、間違えしないよ。人間に絶対なんてないように機械だってたまにはミスすることがあるんだよ。そうなの、うん、メイドインジャパンでも。そうそう、メイドインジャパンでも。オッケー、わかったね。では、もう一度どうぞ。ナパはすげえな。12円変わんねえ。どうすんの、どうして僕の20万は父さんに、父さんに出したっけ。父さんどんな人？犬山四郎、宮城県仙台市医師をしている。おお、一人息子のかけるが自立しきれないことは自分たちの育て方に問題が考えており、この数年は愛の無知をビシビシ振って息子の精神的成長を願っている。知ってんのかなおじさん、これ知ってんの。もしもし父さん、お金が入ってないんだけど。それがどうした。どうしたって困るんだよ。ついに。残りは30歳までと決めて。30。あとは自分で何とかしろ。そんな大事なことを勝手に。そこまでよく振り込んだねお父さん。ちょっと待て、父さん。そんな仕送りを止められちゃったら僕これからどうすればいいんだよ。いや働けよ。何してんの？詐欺師？新道九号。新道ってなんか聞き覚えあんな。また主人公増えちゃった。お父さんたら、どうして私にお母さんはいないの？みきちゃんも、はるかちゃんも、みんなお母さんが保育園に迎えに来るんだよ。お前のお母さんは死んでしまったからだ。どうして？どうして？嫌だよ、そんなの嫌だよ。会いたいよ、会いたいよ。これをやる、お母さんの形見だ。わあ。うん？表、裏、あ、裏、表。手裏表言い残すことはないか、しんど。表裏裏何をブツブツ言ってやがる。表裏表どういう状況。表裏聞いてるのか、しんど。あ、この人か。物理学者、しんど九号。いつも言っているだろう、俺のことは博士と呼べ。しんど博士だ。何が博士だ、この詐欺師野郎が。なんじゃこの部屋。年寄り振り子にぶつかって死ぬぞ。炎上、どうして結果が出るまで待てないんだ。どうやっていつまで俺から踏んだくる気だ。やれやれ、俺はこれから大事な実験があるんだ。トリプル E 代表炎上よしき。そんな実験俺に関係あるか。関係ないわけじゃないぞ。俺がシリンダーラボに行かないと大変なことになる。大変なこと？なんだそれは。振動は炎上の問いに答えなかった。深刻な顔で黙り込んでしまう。答えろ、行かないとどうなるんだ。今日の20時でこの世界は消える。世界が消える。真野の言葉に炎上は大笑いをする。釣られて周りの音たちも笑った。まあ笑っていろ、どうせあと10分だ。あと10分？あと10分で俺は助かる。3時。なぜなら俺は未来を知ってるから。7分じゃないの。こんなに及んでまだそんなこと。社長、さっさと始末してしまいましょう。炎上、10分後の未来気にならないか。いいだろう、
10分待ってやる。ただし代わりに暇つぶしに付き合ってもらうぞ。援助はポケットから500円玉を1枚取り出した。コインの裏表を10回連続で当ててもらう。もし外れたらその度に切り落とす。10回連続理不尽すぎるよ。1024分の1の確率。頭いいね。悪いよ。全然悪いよ。部が悪すぎる。炎上が目配せすると目崎がナイフを持ってきた。刃の大きいコンバットナイフだった。それじゃ始めるか。ちょっとオラオラ系博士大丈夫。炎上はコインを放って左手のコインを乗せた。そしてすぐに右手の手のひらで隠す。さあどっちだ。思ってどっちこれ分かんない。正解だな。すげえ。まだ1回目だ。あれか、凄まじい動体視力で見てるのか。どっちだ。ラッキーマンのドレクマンみたいに。いつまでそんな顔でいられるかね。裏。嘘なんで裏。くそ。やれやれ、コインと人生たちはよく似てるぜ。コインは裏と表、人生には成功と失敗。悪いが俺はこんなところで失敗する男じゃない。俺にはやるべきこととなすべきことが待っているんだ。さあ早く言え。考えたからといってどうにかなるもんではないぞ。俺に任せる。流れ道なかった。ここは直感。表表。これは、うわー、やったー。グッチョイ。なんとか切り抜けた。くそ、次だ。すごすぎ。言っただろ、俺は助かるって。わかる、全部わかっていたのか。それよりさっさと逃げた方がいいんじゃないか。社長早く。すげえ。悔しそうな炎上を目崎が引っ張って逃げていった。あっという間に倉庫は震度1になった。あ、連れていかないんだ。ないぞ。まあ足で待ってになるんだな。誰、あれ、なるほど、そういうこと。てか君、娘か。そっか、震度だもんね。あら、繋がっていっちゃう。刑事編だ。謎のビデオテープ。入って。そして、あ、そう、この子、この子。ちょうど今さっきパトランプ持ってた子。そこはテレビ局の資料室だった。少女はカメラに銃をつけたまま、ビデオテープの棚に沿って、歩いていった。テレビ局だよね、ここね。ある棚の前まで来ると少女立ち止まって棚を見つめた。棚を開けて。お、すげえ HD カムとかいっぱいある。神谷が棚を開けるとそこには古い方のビデオテープがずらりと並んでいた。その中でひときわ目立つビデオテープがあった。あ、ほんとだ。血がべっとりついてる。そのビデオをデッキに入れて。あ、そのビデオ？どっちの音だ。そりゃこっちでしょ。あ、血じゃないのかな。でもこっちでしょ。ピンク。これっていわゆるあれかい、ピンクな感じの。でもこっちでいいよ。髪は赤く塗られたビデオテープを手にした。少女の視線を感じなくて、OK。 グッチョイ。これはロストホールの映像。はいはい、穴が開いた日。すげえな。ロストホール、18年前の4月28日、人々が見た。東京の空にぽっかりと穴が開いたの。つまりそれって何なんだろう。その日、帝都大敷地内の高重力場研究所が途中一部を残して崩落し、死者48名。うわぁ、大惨事だ。当初は建物の強度不足、急激な地盤沈下などと取り沙汰されたが、専門家たちは原因を解明することはできなかった。自然現象か事故か、それともテロか。
甲羅火星人上空の方奇妙な現象との関連に言及する意見もあった。だが政府は地盤の局所的な変状と無理やり結論付け、この災害を特殊現象事案、極めて狭い空間で大衝撃発生した現象、まあ特殊な現象の事案か。まあまだな、人々は空に穴が開いたことからロストホールと呼ぶようになった。おしゃれだね。18年前のその時、俺はロストホールの中心地にいた。ん？ってこの子は18年前もだってことだから、まあ要するにタイムスリップするんだよね。その後ここは政府と全日本電力によって危険なエネルギー実験が行われるようになったのです。危険なエネルギー実験、エネルギー実験によって多くの研究員が亡くなったと言われています。多くの研究員が亡くなった、こんなに好きだとない、そういうことだった。え、聞いとかいの、これはリナさんに渡さないと。少女はビデオを取り出してポケットにしまった。神谷は少女を見せた隙を見逃さなかった。この子は油断している。今のうちに。お、いや、お、押した、押したいところはまあまあだけど、とりあえず銃を奪おう。そうだね。神谷は少女の銃を手で手を、落とし、すかさず奪い取った。アルミとヨータの居場所を言え。何のこと、お前は、テロリストの仲間じゃないのか。らしくないな、神谷。え、そんな少女に銃を向けるとは。沢木さん、誰？あ、沢木さん、この人か。神谷は安堵した。ようやく沢木と会えた。これでテロリストとしての容疑もなんとかなるはずだ。うまく話せば家族の誘拐に関しても協力してもらえるかもしれない。沢木は神谷の元へ歩み寄り、安心させるように力強く神谷を見つめた。ご苦労、その銃は俺が預かろう。わかりました。あ、怪しい怪しい怪しい。この女に聞くことがある。お前は少しここで待て。はい。大丈夫かな。沢木は少女連れて通路の奥へと戻った。もう一つの件はどうだ、確認できたか。そうか、やはり持ち出されたのか。沢木さん、こいつは爆弾の運搬係に過ぎない。あ、さ、沢木、居場所など知らん。神谷、お前には死んでもらう。バスジャックのテロリストとしてな。なんだって。なんと、家族を拉致したのは俺だ。てめえ、どういうことなんだ。時間稼ぎのためには身代わりが必要だ。マジか、マジか。わ、これあれだね、この刑事さんにとってはすごいショックだね。信頼した人なのに身代わり、どういう意味だ。部下を失うのは三岡に続いて二人目か。三岡、あいつは無駄死にだった。しかしお前は違う、俺たちの計画の礎になるんだ。三岡が無駄死にだと。無駄死には言い過ぎか。何しろあいつが死んだおかげでお前は。沢木！イベント始まった。見えるぞ、カース。近く、はい。危ない、こっちよ、逃げましょう。そして君はどっちの。仕方なく言うこと聞いただけなのかな。君を信用しろというのか。ここで死んだら家族は助けられない。それでもいいの。この子一体どっちの味方なんだ。30過ぎてかくれんぼか。そこか。あれ、今は奥さんのために逃げて。この子は何者なんだ。いや、それより沢木はなぜ晴美とヨータを。ここで逃げたら二人と、取り戻すチャンスあるのか。だが今は分かった、君を信じる。この子は信じていいよ。そういう目してるもん。なんかいい人っぽい目してるもん。って俺なんか騙せやすいんだろうな。なぜ俺を助ける。君は沢木の仲間じゃなかったのか。私はあなたと会うためにあいつらの仲間になった。君は何者なんだ。ミコト、神道ミコト。娘だよね、あの博士の。
どんどん繋がっていくぜ。